宮本岳志君。日本共産党の宮本岳志です。大臣の挨拶についてお伺いいたします。2014年に鳥取地裁米子支部において和解が成立した統一教会問題に関連しての初の国賠訴訟の和解調書の2枚目であります。先日の参院会では公正決定がされているとか和解調書の文言が削除されたとか反論を試みておられましたけれども、これは8月5日紛れもなくその公正調書に添付された和解調書、まさに最終確定版であります。河川部は和解条項の2項目目でありますけれども、和解条項として、被告国所轄庁たる文部科学大臣は裁判所からの和解の提案を受けて今後とも宗教法人法の趣旨目的にのっとり適切にその職務を行っていくことを確認すると明記されておりますね。間違いありませんね大臣。そのように書かれていると認識しております。果たして本当に適切に行われてきたのか、政治家によって歪められたのではないか。この鳥取地裁国賠訴訟の原告側の弁護士から話を聞きました。和解の翌年に統一教会の名称変更を認めたことに一番憤っておられました。岸田首相は今後の関係を断つとおっしゃいますけれども、なぜこうしたことが起こってしまったのかを過去を検証し真剣な反省に立たなければ決して関係を断つということにはなりません。宗教法人法改正後の宗教法人審議会、この議事録でありますけれども、第132回、133回、134回の議事録は1996年の会議の中で公開されることが確認されていたにもかかわらず公開されずに放置をされてまいりました。先日私がそれを指摘してようやく26年ぶりに公開されました。なぜこれを公開しなかったんですか。文化庁合田次長。特段の意図があったわけではございません。ご指摘をいただいて、抜けておるということを確認いたしましたので、ホームページ上に上げさせていただいたということでございます。大変失礼いたしました。山本武史君。特段意図なく26年間放置したと、それだけで済むんですかね。私がこれを申し上げているのはですね、初めて今回公開された134回の宗教法人審議会のこの議事録、私の手元に出ましたけれども、これはですね、前川喜平宗務課長が出席し、宗教法人法に基づく拠出書類の取り扱い、当時まだ法案段階であった情報公開法案との関係などについて説明をしている宗教法人審議会なんですね。で、先ほど大臣もですよ、昨日の調査研究協力者会議で報告徴収質問権の行使についてこの規定が入れられた1995年の宗教法人法改正時の議論に遡って検討いただくとこうまおっしゃいました。まさにその時の宗教法人審議会の議論こそ私が議事録を公開させたこの会より以前のですね、131回以前の議論なんですね。この際131回以前、132回からは取り立てた理由もなく26年間掘ってきたんですが、理由をつけて公開していないのは131回以前なんですけど、これについてもこの際公開すべきではありませんか。宗教法人審議会では平成7年の9月の29日の閣議決定で、あります。これは審議会等の透明化見直し等につきましてを踏まえて、当該決定の直後に開催されました第132回、これは平成8年の4月からでございますが、原則として、議事要旨をその次回となる第133回、これは平成9年6月からになりますが、原則として議事録を公開をするという申し合わせをしております。ご指摘のですね、宗教法人制度についての審議を行った頃を含めまして、それ以前の会については公開を前提とした会議となっておらず、委員におきましてもその合意がなされていないことから、会議の議事録等を公開することは困難であると考えております。もう四半世紀以上経ってるんですよ。そしてですね、宗教法人法の改正案の議論の中でこの宗教法人審議会でどういう議論がされたのかと国会はすでにこの文化庁文部省に聞いてるわけですよ。そこで一体第何回でその議論をやったかということも出ております。第127回、1995年4月25日に開かれた127回から同じ年の9月29日の131回まで、この間で
宗教法人法改正案についての議論が宗教法人審議会で行われているんです。この時の議事録が出なければですね、これはどういう議論になってきたのかは分からないわけですよ。プライバシーに関わるところはともかく、78条の2や81条1項の方の適用に関わるところが読めるようにするのは当たり前ではありませんか。現時点までに確認ができていないという状況でございます。使ってないって言うんだから早く出してくださいよ。記者ブリーフィングやったってことは国会答弁に出てるんですからね、どういう議論になったかを明らかにする必要があります。そこでそもそも統一教会に文化庁はどのような態度を取ってきたのかということから始めましょう。1998年4月28日の衆議院法務委員会において我が党の木島秀夫議員が統一教会についての文部省の認識を尋ねると、当時の前川喜平宗務課長はこの解散命令の請求に当たるようなところまで至っているという判断はしておらないわけでございまして、私どもとしては今後とも関心を持って見守ってまいりたいと思っております、こういう答弁をしております。解散命令の請求にまでは至っていないが関心を持って見守る、この文化庁の認識は変わったんですか。当時の宗務課長説明員の答弁、関心を持って見守っていく、その態度に変わりはございません。変わりはない委員長変わりはないとこういう答弁なんですね。資料には文化庁宗務課が先ほどの鳥取地裁国賠請求訴訟に提出した報告書乙第8号書というものであります。下線部を見ていただきたい。問題意識はそのような指摘が出始めて以来常に持っておりました。憲法上及び宗教法人法上許す許容される範囲内で統一教会に対する何らかの対応が必要であると考え、平成8年9月15日に統一教会の所轄庁が東京都知事から文部大臣当時に変更されてから原告が本件訴訟を提起した平成21年4月23日までの間に統一教会に関する報道、訴訟に関する情報等をもとにしながら少なくとも9回同教会の任意の協力を得て面接により活動状況を聴取するとともに、一連の民事事件の確定判決で認定された使用者責任を踏まえた宗教法人としての適正な管理運営や個別事案への誠実な対応するよう口頭でではありましたが明示的に強く求めてまいりましたと述べております。つまり文化庁はですね、統一教会を問題ある団体として認識しており、それは今も変わっていないということで、大臣いいですね。社会的に問題のある組織であると、団体であるという認識は変わっておりません。名称変更についてですね、統一教会は1997年から申請を行おうとしてきたものの、前川喜平氏によれば安易な名称変更を認めれば新たな被害者を生み出す懸念もあります。宗教団体としての実態が変わっていない以上認証するわけにはいきませんでしたと、名称変更については門前払いをしてきたと証言をされております。前川氏は実態が変わっていない以上認証するわけにいきませんと証言しておりますけれども、文化庁の認識はいかがですか。前川喜平氏 のご説明の件でございますけれども、規則の変更の認証というのは法律に定める、つまりその名称変更が法令に合致しているか、それから宗教団体内の手続きを経ているかと、この2つの要件に合致していれば3ヶ月以内に認証しなければならないという規則行為でございます。東京高裁の平成10年の判決でも規則変更の動機あるいは実質的な目的の有無といったような法28条第1項覚悟に掲げる要件以外の事項を審査する権限を有するものではなく、かえってそういった審査をすることは許されないという判事が出ておりまして、その意味においてはその実態が変わっていないのに名称変更を許されないということは、考えられないと存じますが、平成それまでのですね、申請に対してはさまざまな課題が、旧統一教会にあったということもあるので、私どもとしては粘り強く、申請を取り下げるように承用したということかと。そうなんですよ。規則の変更について規則と実際の運営とは常に一致させておく必要がある、ここ書かれてありますね。また文化庁次長通達宗教法人に関する認証事務等の取り扱いについてを見ると、最近宗教法人の脱税その他、その運営が不適正と思われる事例等が見受けられ、宗教法人に対する社会的な信頼が失われかねないことが憂慮されております。こうあり留意されたい点として、これはまあ収益事業等についてでありますけれども、宗教法人の本来の目的から見て著しく適切を欠く場合は規則の変更等は認証せず、これを改めるよう指導することというふうになっております。さらにはですね、築城解説宗教法人法第4次改定版では規則の変更の認証について、規則変更申請の添付書類は単に形式的に証明文書の記載ある文書が整っているだけで足りるものではなく、証明書類は損していても証明事実の虚偽であることが所轄庁に知れているときはもちろん、所轄庁において証明事実の損否に理由ある疑いを持つ場合には、その疑いを解明するためにその事実の損否につき審査をする権限も有するものと
廃されると築城解説にははっきりそう書いてます。この点につき前川氏は仮に申請が出ていたら受理した上で認証しないという決定になっていただろう。申請をお出しになってもね、言うたように受理はしますよと、受理しなければ違法になると、受理はするけれども認証はそう簡単じゃないですよとお伝えをして、統一教会の方々にも納得して引き下がってもらったと証言をしております。2015年に初めて申請があったから受理し認証したなどと言うんですけれども、2015年以前には相談があっても申請しなかったのは相談の結果統一教会が引き下がったということなんです。ところが文化庁の統一教会に対する認識が変わっていないにもかかわらず、これまで門前払いをしてきた名称変更を180度方向転換して、なぜこの時認証したのかに最大の疑問があるわけですよ。資料4を見ていただきたい。2009年7月14日付の世界日報であります。統一教会の徳野英二会長が、いわゆる新生事件と呼ばれる印鑑販売会社、新生社長ら2人が特商法違反の容疑で逮捕、起訴された事件の道義的な責任を取って、2009年7月14日付で会長職を辞任いたしました。この新生事件は2009年11月には東京地裁で有罪判決が確定しております。そこで聞きますけれども、この新生事件を受けて引責辞任をした徳野英二第11代会長が再び会長職に返り咲いたのは、いつのことでしたか、新聞。当該法人の登記によれば、2009年、7月14日に辞任し、2012年12月27日に再び就任している。2012年12月27日に再び会長職に選ばれてるんですね。では大臣に聞きますけれども、大臣、第二次安倍内閣が成立したのは一体何年の何月何日ですか。申し訳ありません、間違ってたらすいません。2012年でしょうか。宮本武史君。これすぐ出るかと思ったんですが、2012年は間違いないんです。12月26日、先日衆議院本会議で野田元総理が2012年12月26日のことです、解散総選挙に敗れ敗軍の将となった私は皇居であなたの親任式に前首相として立ち会いましたと追悼演説で触れておられましたから、間違いなく2012年12月26日というのがあなた方が政権を取り戻した日なんですね。2012年の12月26日に第二次安倍政権が誕生したら、その翌日にはですよ、引責辞任した徳野氏が再び息を吹き返して待ってましたとばかりに会長に返り咲いた。これは偶然だと思いたいでしょうが、残念ながら偶然ではありません。2009年のコンプライアンス宣言以降、統一教会は表面上は一応反省しているかのように装いながら、コンプライアンス宣言以降も統一教会被害は依然として続いてまいりました。毎日新聞の9月8日付であります。河川部全国弁連の渡辺博氏の報告によると、教団の責任者が2009年に何を反省したかというと、政治家とのつながり絆が弱かったから警察の摘発を受けた。今後は政治家と一生懸命つながっていかないといけないと機関紙で語っていたと証言をしておられます。文化庁宗務行政はこのような統一教会の実態を掴んでおりましたか。文化庁、私の一般的な、指揮権命令権調査権等ございませんので、こういった事実は承知いたしてございません。ですよね。知っていて放置したらそれだけでアウトですよ。ところがこれにはちゃんと結果が出ているんです。資料6は、統一教会の名称変更後の団体名、世界平和統一家庭連合の機関紙である世界家庭の2017年3月10日発行号であります。その結果について、孫ヨンチョン前統一教会総会長は、救国救世基盤づくりのために日本の統一運動が何よりも重点を置いたのは他でもなく議員生涯と原理教育でした。それまで統一運動では後援会の結成を通じて多くの議員を支援し、これを通して統一運動を紹介する2時間ブリーフィング、統一原理の2日セミナー、4日セミナーなどで数多くの議員を教育しましたと、議員教育の推進について語るとともに、これを基軸に昨年の世界平和国会議員連合日本創設大会では、現役の国会議員と議員秘書など100人を超える人々が集い、このうち3分の2が新規として参加したと、その成果を誇っております。これは統一教会による議員教育が功を奏して、日本の政界に100人を超える統一教会の息のかかった議員を作ることができたと、もう旬としているどころか、1980年代の勝共連合を中心として政界工作した時よりも大きな成果が上がったと豪語しているわけですね。大臣ね、2012年12月26日第二次安倍政権が発足して、下村博文文科大臣になったら、統一教会は途端に息を吹き返し、2015年6月2日に名称変更を申請すると、同7月13日には受理、
そしてなんと8月26日には認証の決裁がされた、まあ、申請から認証まで3ヶ月を切るスピード認証ですよ。これはまさに政治家とのつながりや絆が功を奏したということでありませんか、大臣。宗教法人法上形式上の要件を備えた申請は、まあ、所轄庁において受理される必要がございます。所轄庁は申請を受理した場合に、まあ、同法第28条に基づく審査を行いまして要件を備えていると認めたときは認証する旨の決定を行う必要がございます。旧統一教会の名称変更につきましては、まあ、このような宗教法人法上の規定に従って手続きを行いまして、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果として、これは本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものでございまして、政治家の政治的な関与や圧力はなかったと認識をしているところでございます。このことは改めて調査することではないと考えております。宮本武史君、何の確証もなく調査もせずに、なかったということを繰り返すだけじゃないですか。大体ですね、大体、受理と認証と別の手続きなんですよ。決裁文書だって受理の決裁文書と、そして認証の決裁文書と2つあるんですよ。私の手元に出てますよね。前川喜平さんが語ってることも、受理はしなきゃなりませんと、そら。しかし受理したからといって認証までいくかどうかは定かでないですよと、こういうことを言ったら受理、そもそも申請を出さずに引き下がってくれたと言ってるわけですよね。言ってるわけですよ。でも大臣の説明はね、もうとにかく認証までね、形式が揃ってはいかないかんと。例えば今私が紹介したような無反省で政界工作やってる団体であってもですよ、あるいは先ほどから議論あったように一回これで解散命令が出て解散したものがもう一遍出してきてもですね、形式さえ整ってたらやらねばならんと、そんなことになるんですかといえば、さすがにその通りですとならないじゃないですか。平成9年から10年にかけて5回、また平成15年から16年にかけて3回、合わせて8回、旧統一教会から名称変更に関する相談があったと承知をしております。まあ、いずれの会におきましても相談の結果としては、まあ、申請はございませんでした。また平成27年に行われました実際の名称変更の申請の際にも、申請時と、まあ、認証書の交付時の2回、旧統一教会と面会をしていると承知をしておりますが、事前相談のための面談は行われておりません。なお平成27年の旧統一教会からの名称変更の申請については、文化庁からの申請の取り下げの行政指導には従わない明確な意思表示があったというところでございます。委員長、宮本武史君、今のその明確な意思表示があったというのは一体 どこに書いてあるんですか。どう証明できるんですか。長岡文部科学大臣、27年以前ですね、それまでは相談をしながら話し合いながら申請書というものは出したり出さなかったりだったと伺っております。まあ、しかしながら出したりといっても見せたりということですね。それは預かっているかどうかということでは、預かったかどうかということではなくて、これは27年の、まあ、統一教会からの名称変更の申請については、文化庁からの、まあ、申請の取り下げの行政指導には従わなかった、つまり、持ってきてしっかりとやってくれという意思表示があったということで、こちら側とも、まあ、拒否はできなかったということでございます。その2015年以前とですね、2015年の時とは様相をことにしているわけですよ。そして今申し上げたようなことがずっとその前段であるわけですよね。で、下村博文さんという人がこの統一教会と深い関係にあったということは、これはもう否定し得ない事実なんですよ。今日お付けした資料のですね、7を見てください。第二次安倍内閣の下で文部科学大臣であった下村博文氏のインタビュー記事が2013年3月統一教会の月刊誌ビューポイントに掲載されております。さらに2014年2月にも新春座談会、同年12月にもインタビューが行われております。長岡大臣ね、この資料の写ってるバッグの写真、いずれも今あなたのいる部屋、文部科学大臣室ではないですか。長岡文部科学大臣、ちょっとその確認はできかねます。よくわからないですね、これがどちらの場所で、写真を撮ったかというのはよくわかりません。はい、覚えないですか。よくわかりました。あ、宮本武史君、おかしいんですね、これ実はね、私それ全部もちろん表紙だけ見てる時点じゃないですよ、私全部ここに持ってるんですけどね、中身も記事もいいですか、文部科学省の大臣室で論じ合ったって書いてるんですよ。
見たらわかるでしょう。あなたの日頃使ってる部屋なんだから。違いますか。長岡文部科学大臣。大変失礼いたしました。私は実質、つまり議員会館の会議室だと思いました。申し訳ない。宮本武史君。大臣室なんです。まさにね、この図柄を見てもですね、やっぱり文部科学大臣と当時のそして統一教会の間に深い結びつきがあったと。だからね、出せば認証まで大丈夫だという確証を得て、もう引き下がりませんって話になってんですよ。そこをちゃんと調査して、どういうやり取りがあったか、どういう動きがあったか。だって下村さんだってもちろんいらっしゃるわけですよ、あなた方の会派に。ちゃんとその中身を聞いてですね、この中身を明らかにしないと、もしもですよ、そのことがね、この認証に影響を与えているとしたら重大な問題になると思うんですよね。私はね、これ徹底的に解明するためには、ぜひとも下村博文さんを当委員会に参考人としてご承知いただきたい。ただいまの件につきましては理事会で協議をいたします。委員長。宮本武史君。2015年3月には全国弁連が文科省文化庁長官並びに宗務課長に対し名称変更の拒否の要請を行っております。名称変更を許せば統一教会が新たな被害者を獲得するとともに被害者回復請求を抑制する目的で行うものだと弁護団が訴えてるんですね。それに耳を傾けることもなくスピード認証に突っ走ったと。この認証にあたっては先ほど申し上げました受理とそして認証という2つの手続きを決裁文書作ってやってる。受理の前と認証の前に下村文科大臣に報告したことが明らかになってます。大臣への報告は説明資料や大臣レクなどのメモをもとに行うというのは大臣だってご自分がいつも報告聞いてるからわかるでしょ。この大臣レクの際の説明資料や備忘録を、示していただきたい。大臣、約束してください。長岡文部科学大臣。平成27年の旧統一教会の名称変更の認証に際しましては申請を受理することと認証を決定することについてそれぞれ事前に当時の文部科学大臣に報告をいたしました。このうち申請を受理することの報告を行った際の資料は確認できました。また認証を決定することの報告を行った際の資料についてはそれ自体は確認できなかったものの担当者がメモ書きをついて追加したと思われる極めて近い資料が確認できております。これらの報告資料は、法人の非公知の事実に関する情報を含みましてかつ行政の内部の意思形成過程に関する文書であることからこの資料自体を開示することは控えさせていただきます。なんだそれは。ダメですよ、ダメですよ、ダメです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 。立場の人ダメです。出してくださいよ。ダメですよ、出さなきゃ。早期止めてくださいよ委員長。早期止めて、とりあえず早期止めてくださいよ委員長。委員長。それではただいまの件につきましては理事会で協議をさせていただきます。委員長。宮本武史君。ぜひね、出していただきたいと。時間が来ました。全く時間足りません委員長。本当にね、毎週ということで野党の側は要求してますが、私はもう毎定例日ぜひやっていただいてね、徹底的にまだまだ問わなきゃならないことがありません。いや、たくさん問わなきゃならないことがあります。すいません、あります。すいません。ぜひとも今後ともこの審議を徹底的に続けていただくことを要求して質問を終わります。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれについて再開、散会いたします。